ルスケープ TV。 どうぞ。ああ、すまないな。就業時間過ぎてからの呼び出して。そこに座ってくれ。次回のコンペの件でゆっくり打ち合わせをしたくてね。一建築デザイナーとしても、この会社の社長としても、君のデザインには期待しているんだ。妥協しないでギリギリまで突き詰めたい。誤解しないでくれよ。彼女だからって抜擢したわけじゃない。君のデザインが好きなんだ。じゃあこれとこれを今週中に書き直してきてくれ。こっちの件に関しては先方と早急に打ち合わせを。このコンペ絶対に成功させたいんだ。お台場のファッションビルの内装なんてワクワクするだろう。はあ、疲れた。すっかり暑くなったよ。こんなことめったにないんだけどな。やっぱり君は俺をやる気にさせるデザイナーだ。もう9時なのか。すっかり話し込んでいたから気がつかなかったよ。よし、仕事の時間は終わりだ。これからはプライベート。今日はうちに泊まっていくか。久しぶりに一緒にゆっくり風呂に入ろう。それはそうだ。確かに修正が遅れてしまうよな。俺が言っておいて。じゃあこれぐらいはいいか。キスしていいかな。そりゃここは会社だけど、もう誰もいないよ。そんな風に嫌がられたら余計に我慢できなくなるよ、俺。打ち合わせの間ずっとドキドキしてたんだ。君の顔がすぐそばにあるものだから。いつも俺がどれだけ君を目で追ってしまっているか、君は知らないだろう。もう無理だ。ただの男に戻っていいか。悪いが嫌とは言わせない。ずるいと思われようが、これは社長命令だ。強引？褒め言葉だね。かわいいよ。さっきからずっとこんな風にしたかった。君が好きだ。女性が運営するセクシャルヘルスケアのお店、LC ラブコスメティック。体のこと、恋の悩みを解決するコスメやグッズを丁寧な梱包で安心してお買い求めいただけます。 http://
www.lovecosmetic.jp